こんにちは、こんにちは、バイヤーマックスマイです。バイヤー立てです。定まらない、定まらないですね。名前が定まらない、定まらない。ちょっとこのまま行きましょうかね。今回の動画は熱い、ある種熱い。今動画の中でも Vlog、 はい、英語で言うと Vlog、 Vlog、 合ってるから。あとね、Vlog って言ったりもしますね。うん、今ではね。結構 YouTube 流行り出してるというか、もう一個のもうジャンルになっちゃいましたよね。もうすでにね、やってます。なんとですね、縦セレクション Vlog、 持ってきました。 Vlog、 Vlog、 Vlog っていうフランス語みたいになってきますけど、はい、持ってきました。最初にざっくりご説明すると、ブログって、まあ、ざっくり言っちゃえば、動画日記です。自分の身の回りとか、まあ、世の中の、出来事みたいなものを、まあ、カメラ片手に、まあ、自分中心に、なんかこんなことがありました、あんなことが起こってますみたいなのを撮るんですね。なので、カジュアルなスタイル。例えば、その、なんていうの、まあ、日常の切り取りだよ。あ、おっしゃる通りです。なので、こう、ゴンとでかいカメラを持ってって、こう、なんかガンと置いて、ガッて撮るみたいなんじゃないんですね。フットワークとか、まあ、日常すぐ撮れるみたいなところが重要だと。芸能人の方もね、あ、最近ね、すごいどんどん来てるからね。来てますね。あの、ブログスタイルで、Vlog スタイルで有名なとかで、ウィル・スミスとかすごいっすよ。え、ウィル・スミスさんとかそんな感じなの？ウィルさん、あ、スミスさんすごいっすよ。どう？ウィルさん、スミスさん。ウィルか、わかんないですけど、海外で言うと、まあ、超有名なメインブラックとかの海外で、はい、ハリウッドスターっすよ。彼の Vlog めちゃめちゃ面白いです。あ、そう。で、やっぱでも、やっぱハリウッドのカメラじゃなくて、コンパクトなカメラで自分で持って。で、私そのジャンル好きで、結構撮ってるんですよ。バイヤーだってこんなイメージあるの？あります、あります。昔からね、中国の工場とかで撮ってて、それこそ2015年とかからやってるんですけど、まあ、その最新版で、ちょっといいなと、私個人的にいいなと思ってる、Vlog 撮影、機材セットをですね、今日は皆さんに、ご紹介したいと思います。実際ご自身でも使ってるわけでしょ？え、使ってます、ね、バリバリ使ってます。日常使いセットよね。でございます。行きましょう。まずね、カメラ、いろいろあります。どれが悪いとかっていうつもりはないんですけど、僕はこれが好きです。ソニーの α6600、 コンパクトに見えてなかなかお高いんじゃないですか？これって15、6万ぐらいするから、ダイヤですね。結構するんですけど、いや、なんかね、今ペイ系でね、はい、タイムリーかどうか分からないけど、はい、au pay が今 20% 還元とか、はい、時期的にはこれから本当にあるじゃないかっつって、それの還元のマックスを取りに行こうと思ったら、実はこれが候補に上がってるんですよ。おお、これいいっすよ。村田さんも当然自分取ることあるじゃないですか。ある。その時にこれっす。これね、これやっぱ見えるね、ちゃんとね、ディスプレイが自分の方を向く自撮りディスプレイになるっていうのはめちゃめちゃいいんですよ。重要よね、分かんないもん。そうなんですよ。だって今 iPhone11 で撮ってるし。はいはいはい。そうなんです。 iPhone11 もめっちゃいいカメラで、広角レンズとかいいんだけど、インカメにしないと自分が見えないもんから。そう、大変なんですよ。はい。でなおかつちょっと気合い入れて撮ろうという時にですね、 HLG っていうハイダイナミックレンジ、つまり暗いところと明るいところが両方綺麗に撮れちゃいますよっていう、なんていうかな、ピクチャープロファイルなんですけど、まあ撮影の機能というかね、記録方式ができたりとか、あとはスローモーションが撮れるので、なんかこう、ブワシュボンみたいな、何て書かないと思うんですけど、そういうのが、ね、撮れる。ブワシュボン、ね、いけるんですよ。わかんない方、ちょっと私のチャンネルでご覧ください。ブワシュボンがいけたりとかですね。あと、広角ももちろんいけるんで、あ、そうですね。そうでもない。結構広角います。こうやって自分で撮った時にこの辺が綺麗です。はいはいはい。まあでもレンズ交換式なので、もっとワイドなレンズが欲しければ、ソニーのレンズつけていただければ全然いけますし。でもレンズがお高いんでしょ？それはそうなんですよ。罠ではありません。ね。カメラ業界、レンズが高い。沼って言ったりしますね。うん。とはいえ、フルサイズっていうもうちょっと大きいセンサーを積んでるタイプのレンズに比べたら、まあ安いですよ。うん。そっちから比べたら。だって多分、一眼だとかつってでかいやつあるじゃないですか、ドーンって、はい、に比べて多分これがコスパ、機動性、フットワーク、まあ様々な面において抜群よ。抜群ですね。いいと思います。ということで、カメラは、私の一押しはソニー α6600 でございます。私もこれを買ってしまうかもしれない。おそろね、買ったらおそろ。おそろです。であとね、マイク、マイク、これね、いいっすよ。はい、ケン、マイク、わかんなかったごめんなさい、全然わかんない。今ニューホレズンです。ああ、
ちょっと中学校1年生の時の英語の教科書の。わかんないです、今不意打ちでビビった。すげえ久々にビビった。はい、マイク。はい、はい、ケン。はい、マイク。マイク。あのね、この内蔵マイクでも結構いいこと取れるんですけど、あの指向性があるって言って、横の音とかあんま拾わなかったりとか、あと、まっすぐね、これ前の音だけ取るとかね。まあ、あの俺だけ聞いてくれって話ですね。ができるっていう意味とか、あとはマイク自体にこう、回路がついててノイズリダクションが効いたりっていう意味で、ちょっとねロゴ消しちゃってるんですけど、これはロードっていう、まああのすごいあのブログ Vlog 界隈でメジャーなロードのマイクですね。で今これはロード、なんでもないよ、わかんないそっちわかんないです。ちょっと今日割となんかプレッシャーきついすげえ止まっちゃった。ロードビデオマイク、プロっていう製品です。でね、これの上位モデル出てるんですけど、今私が使ってるのはこれで、ね、さっきの、ね、自撮りディスプレイの良さを消しちゃうんですけど、まあ、ここにつけて使うんですね。で、このサイドに、まあ、このケーブルつけて、まあ、こんな感じで話すよと。はいはいはい。で、ここはちょっとワンポイントで、まあ、知ってる方は知ってるかもしれないですけど、一つ、豆知識、あのスモールリグん、スモールリグっていうアクセサリー売ってる会社があって、それ金属の、パーツで、ね、こっち側になんかこのホット紙を移動できるのがあって、それ買うとね、こうやって付けられるようになったりするんですよ。私ちょっとねこの切ってそれあのちょい足ししたいなと思ってるんですけど、まあ、ちょっとここでグルメみたいな感じね、グルメみたいな感じで、あ、誰か取る場合はこれで全然いいですよ。で私が村井さん取るっていうのはこれ全然よくて、自分取るってなった時にあのディスプレイがミラーがねしちゃうんで、ちょっとあのこっちにスモールリグちょい足ししたいなとは思ってるっていう感じで、ロードのマイクでございます。はい、あのちょっと詳しいあの商品名とかあのリンクは概要欄で、全部概要欄に入れておきます。そこでご覧ください。まだあと3つあるね。3つありますね。であともう1個はやっぱカメラあると、あ、三脚欲しいじゃん。欲しいで、あのもちろんいろいろあって、あのマフロットとか、ジッツとかのねごついのとか、まあ、あとカーボンのとかもめちゃめちゃいいんですよ。あの使い方すごいいいと思うんですけど、今回のテーマは機動力なんですね。で、まあできる限り大きなあの広いあのシチュエーションで使いたいという意味で、私はこのですねジョビーのゴリラポッドという製品が定番ですね。あのそうなんですよ。ただゴリラポッドのこのデカさは初めて見ました。私はそうなんですね。もっと小型のものばっかり見てる。そうですね、うん、iPhone のスタイルのね、メジャーですね。でこれゴリラポッドの 3K 上にあの 3kg まで乗ると、すげえタイプの 3kg 乗ります。米の袋乗るじゃん。乗ります。それちっこいやつで、それ大丈夫なの。いきますよ。首ひなんてなんない。米袋乗っけたことなんだけど、うん、3キロの米なんで、すげえじゃん。すごいですよ。ここがね。で、あの、まあ、ご存知の方はご存知かもしれないですけど、まあ、こうやってあのテーブルの上に置いて、こうやってやるだけじゃなくて、こういうふうにやって、まあ、簡易にしていくみたいなのもできるし、まあ、ガードレールとか木とかにこういうふうにこう、なんかしてもらえたら。こうやって丸めたりしてね。これ木の枝だ。木の枝だ。だったら、こうやってですね、ガリッとやって、まあ、この上にですね、軽めのカメラがあれば、乗せない。ちゃんと保持できると。いうのがですね、ありがとうございます。これニュースだよね。そうです、ゴリラポッドでございます。3キロっつったらギリギリリオナリベイビーが乗るかどうかぐらいの距離感です。ですね、もう本当に出すなら、ね、5キロまで行きますから。すげえ。5キロもありますからね。で、ただね1個ね、私あっと思ったところがあって、こうね上に乗せるやつが重い方 あのビデオ用のやつ選んだんですけど、これカメラ用でよかったなって私個人的には思ってます。ここね。ですです。こっち決まらなくて選べるんだ。選べます。上あの軽い方のビデオ用じゃなくてカメラ用でいいと思います。というところで、カメラ、マイク三脚ときて、次はですね、ちょっとマニアックなところでこちら行きましょう。スタビライザーでございます。スタビライザーと言ったりジンバルと言ったりですね、英語ではギンブルって言ったりするんですけど、あ、そうなんだ。これですね、何がいいかっていうと、このねカメラの揺れとかブレをですね低減してくれる製品なんですね。もちろんゼロにはならないですけども、ちょっと歩きながらちょっと傾いちゃったとか入れちゃったとかっていうのをですねなくすというのがベーシックな機能で、さらにですねこれ村井さんね、めちゃめちゃ聞いてください。めちゃめちゃ言いたいんですよ。ずっと聞いてるよ。 ありがとうございます。それだけじゃなくて、カメラをですねこうダイナミックに振って撮ったりとか、グイーンってやったりするときにジンバルってめちゃめちゃいいんですよ。あ、そう、やったことないよ。これそんな撮り方面白いんで、ちょっとまた今度やりましょう。あのカメラを振って撮るっていうのが今すごくおしゃれな映像というか、かっこつけた映像でね
流行っていて、 TikTok とかそんな多いよね。あ、多いです、多いです、うん、でもね、あれはね、無理やり多分ね、手でやってる人も多いんですけど、うん、あの海外のそれこそブロガー、ビデオブロガーとかでそのフルスタイルとかがすごい流行っていて、まあ、ちょっと参考までにあのお伝えするブロガーかどうかわかんないけど、 JR アリっていうですね、カナダのクリエイターとか、うん、サムコルダーっていう人とかもう、ね、めちゃめちゃかっこいいんで、興味あるから全部見てみて、うん、で、私ちょっとご縁があって、このジームっていう会社はですね、アンバサダー、なんかすげえじゃん、ありがとうございます、アンバサダー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 やらせていただいてまして、うん、まあ、本当にあの好きな製品なんですけども、ちょっとどんな感じで動くのかっていうのをですね、あのご覧に入れられると思います。まあ、もしかしてここまで専門用語多くて分かんないなって人がもしいたとしたらなんですけど、その手ブレ補正、カメラにも手ブレ補正って入ってるものが多いじゃないですか。iPhone 11とかも手ブレ補正、カメラの中入ってるんですけど、これは見ていただいたら、ここに iPhone つけたりとかもできるわけなんですけど、そのさらに最強手ブレ補正になっちゃうんです。ですです。端末プラスアルファ。これこれが、ジーンのクレーン M2 という製品です。走りながら撮影したりとか、こうやってグーンって行ったりとかするときにもめちゃめちゃ、お、見て、すごい、すごい、すごい、こう滑らかに動きます、カメラが滑らか製品ですね。ただちょっと一個だけ皆さんご注意いただきたいんですけど、このクレーン M2 は α6600 が乗るとメーカーはね、公式には言ってないんですよ。ちょっと重いからそうなんですよ。 α6400 ってもうちょっと軽いカメラ、メーカー公式に OK って言ってるんですよ。で、6600は私勝手に個人的にいけるんちゃうかなと思って今めっちゃ試してるっていう、これちょっと限界超えてるんで、あの真似して乗らなかったって言ってもちょっとメーカーとか私に怒らないでください。これはあの攻めてる、勝手にやってるあの作りなんで、まあでもこんな感じで、あの例えばビル撮りたいっていう時とかにグワーって撮ったりとか、あとはまた誰か追っかけたい時とか、そうです、そうです、そうですとかで、使うというのがこのジンバルという製品なんですね。じゃあマックスのアイチャンネル絡みで身近なところで言うと、そのたまに使うんですけど、毎回こういうものを使ってるわけじゃないんですけど、その旅ロケとかもしくは地方とかで生放送、街ブラとかする時とかに使ってます。あ、いいっすね。このスタビライザーでこうやって歩きながら、うんうんうん、だから本来手ブレ補正しないようにっていうと、もうすごいこうガチガチに脇締めてこうやってやってもそれでもブレる。そうですね。ところがこれがあるだけでこうやってフンフンって追っかけるだけでものすごいスムーズに、その酔いづらい映像というかね、うん、あのいい映像に仕上がるんですよ。そうなんですよ。本当これね、ちょっとあ、結構落ちてきてるな、うん、こういう感じでこんだけ動く、めっちゃ安定してんじゃん。してます、してます、ね、でこれすごいのはコンパクトなのに、こういうミラーレスカメラから、GoPro、iPhone、スマートフォンまで乗っけられる、すごい、1台400っていうのがすごいという製品なので選びました。置けるってのもいいね。そうですね、このミニ三脚付属してます、うん、で最後にもう一つ、はい、5つ目かな、になりますが、これこんにゃく、こんにゃくですね。群馬さんの。そうなんですよ。あの寒い季節のおでんに、うん、あのドイツまでやってるかわかんないですけど、行くとですね、皆さん、これはライトでございます。おあの黒板消しじゃなくて。黒板消しじゃないです。先生がこうダーッと。違う違う。それ全然違うんですよ。うん、これ剥きましょうかね。剥けんの。剥けます、皆さん。これライトなんですよ。めちゃめちゃコンパクト。ちっちゃ。名刺サイズ。そうなんですよ。これも本当ポケットサイズで、ね。あの繰り返しになりますけど、何でもポケットにしないね、あなたは。そうなんですよ。テーマは機動力ですから。確かに。なちなみに補足する、なんでかっていうと海外出張とかに行くこと多いんで、しかもバンバンでやるんで大きい荷物持っていけないんですよ。しんどいよね。そうなんですよ。ゆえにあのコンパクトさにこだわってます。なので例えば皆さんね、この動画をご覧になってて、もっとあっちの方がいいのに、こっちの方がいいのにってあるとはいうご意見もあると思うんですけど、コンパクトさと、まああのまあ、値段で選ぶとね、かなりこれはね、いいチョイスになってるんじゃないかなと思いますよ。これどれぐらいのパワー、はい、参ります。皆さん明るくなる可能性が、言いますよ、ピカー、皆さん多分もう正直あっ、ね、だいぶ明るい、めっちゃ明るいですよ。ちょっと何ルーメンかとか分かんないですけど、めっちゃ明るいですよこれ。ただね、これだと多分明るすぎて、うん、明るすぎる、私のデコのテカリ具合がすごいと思うんですよ、うん、最近やばいんですよ、ここ。まあいいや、置いといて、年取るとね、そうそうそう、油がね、じわーっとね、にじみ上がってくるんですよ。油がにじんで、毛が減ってるんで、私やばいんですよ。ゆえにちょっと結んでごまかしてるんですけど、それがいい。なんで、まあ、ちょっとテカリすぎるぞっていう時に、これ、あの光をね、あのソフトにしてくれる、デフューザーって言ったりとか、ソフトボックスっていうんですけど、それがね、あの付属してるんですよ。直接だと眩しい。あ、どうぞどうぞ。いや、いいんですよ。よく一緒と。で、これ、プラスチックじゃないんで、丈夫です。で、多分ね、こうすると、あのそんなに、うん、柔らかい。ピカってなったりと思うんですよ。で、さらに言うと、ちょっと待って。あ、色味変えれるパターン。そうなんですよ。でね、これがね、いろいろあってですね、CCD だっけな。今ね、モードチェンジができるんですよね。
で、そうですね、今これが、真っ白にしていて、なおかつですね、光の強さが変えられるんですよ。ほら、今これめっちゃこれで 0% です。こっちからでも分かると思うんですけど、あ、書いてある数字が。ですです。あのマックスにするとこんだけ明るくなって、はい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 、あと、ちょっとね、おしゃれ系の話で言うと、最近ね、背中の方に、こういう、このライトがちょっと後ろが紫になってるみたいな流行りなんですよ。やらしい。やらしくない。ミュージックビデオとかです。ミュージックビデオ。あらららら。後ろ。あ、わかるわかる。色がね、紫だけじゃなくて。ビリアイッシュ。あ、そうそう、ビリアイッシュ的なやつ。ビリアイッシュの動画やってましたね。はい。あれで初めて知りました。ピンクとか。おー。こういうのを見て、アクセントライトって言うんですけど、後ろのね、ガジェット棚とかに置いてガジェット紹介するとか、いいんですよ。それ映ってないけど、ね、今そこ。あ、ごめんなさい。そうそう、この辺の。後ろのね。はい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 。これ顔に当てたらね、ちょっと怖いことになりますけど、そうですね、ガジェット棚とかに置いてるっていうのが、これがですね、こちらのライトでございます。寿司三昧。5000持ってきました。ということで、皆さんもお気に入りの機材とかあったら、ぜひコメント欄で教えてください。全部概要欄にリンク入れておきます。はい、あと、アンバサダーのリンクも入れておきます。ありがとうございます。バイヤー、アンバサダー、タテ、さまざまな名前がカラーありますが、まだ定まっていないですけれども、はい、リンク入れておきます。ぜひともご覧くださいませ。では、本日以上でございます。最後のご視聴ありがとうございました。はい、ぜひ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。さよなら、バイヤー、バイヤー。